こちらのロボットハンドは物を掴む、物を握って特定の位置まで持っていくといったことに、特化させたロボットハンドでございます。で、特徴としましては各指に施設リンク、複合施設リンクというものを、組み込みまして、それからまたあと駆動経路中にですね、ジンバル機構といいまして、3次元上の天秤型のリンクを入れております。これによって、一つの、ロボットハンドでこういった複数種形のさまざまなもので左右非対称のものであってもその凹凸を吸収し、ハンドリングすることができるという、そういった特徴を持っているロボットハンドでございます。それからもう一つの特徴としましては、このロボットハンドのここについているサーボモーター、一つのアクチュエーターで、物をハンドリングすることができますと、そういったところが特徴になります。こちらのロボットハンドは、先ほどの標準機に対しまして、ロボットハンドの、こう指の配列角度を、モーターを追加することによってこう可変することができるという特徴を持っているものでございます。こういった場合は、例えば先ほどの120度等配の場合は球体のものをこうハンドリングするんですが、こういったもので指をこう可変することによって円筒形を横からハンドリングすることが可能になります。こちらのハンドは先ほどの3本指のものの2本指バージョンで、こちらも同じような機構がついていますので、ある程度の物体の凹凸は吸収できるようになっております。またこちらにある市販の簡易的な3次元カメラを使いまして、物体との距離が取れますので、こういった積み重なったものであってもピッキングできるシステムとなっております。現在のアルゴリズムとしては一番上の段の取りやすいものから取っていくという形になっております。ゆくゆくはもっと山積みになったようなバラ積みのものも掴んでいけるようなシステムになるように今開発中であります。